2020クライマー長尾慶よろしく。はい、長尾慶の前の衣装が出たのはいつでしょう。問題、答えは9月の何したっけ。9月のあれ、さっき調べたんや、何日やったっけ。9月の28日ぐらい、多分25だからそれぐらいやったんすね。はい、9月下旬ですね。はい、なんと長尾慶、この一丁羅で1年半も、過ごしてきたにもかかわらず、新衣装が出た途端に、ファッションに目覚めまして、もう一枚出しようかなって、もう一枚買っちゃおうかなって、この前、もらいました。なんと11月14日なので、2ヶ月も経っておりません。KBG が死んじゃう、こんなフェイスで出してたら。しかも何を思ったのか、土日が14、15だと勘違いしてた長尾慶は、土日に出すっていう歌ってみたを、今日出すことになってしまったから。みんなすまんな。じゃあ早速、やっていきたいと思いますので、長尾、やばい、長尾飛びます。一旦いいっすか、これ真ん中に戻ってこないよな。ちょっと待って、怖すぎる、ちょっと待って。新衣装上から行きます、パーンとか言って いきなりど真ん中に出る可能性があるから。変わってしまった、怖え。あー、ちょっと見えちゃった。あー、でもここは別にいいか、見えても。やると思いました。はい。やると思いました。やると思いました。はい、ということで、おじいちゃん早速やっていきたいと思います。よし、行くぞ、みんな行くぞ、見せていくぞ。練習はこれの練習しないとダメかな。これの練習しないといけないほど俺って下手くそだったっけ。新人バーチャルライバー、やべえ、アカデミー送りにされる。新衣装配信の時はちゃんと練習しましょうって、練習しないとこうなりますって、アカデミーでやべえって。ダメな方の教材にされてるって。やべえ。ということで、行かせていただきます。上から失礼いたします。足元はだいたいみんなこんな感じじゃないですか。はい、だいたいこんな感じじゃないですか。ローファーね、懐かしいな、昔履いてたな。っていうかさ、ちょっと前にさ、なんか制服は何歳までだぞみたいなさ、なんか発言をしたにもかかわらず、長尾は制服を着てしまいます、今から。はい、大いにバカにしてくれたまえ。でもいいと思う、28歳でも制服着たい。若くありたい。あいや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 、おいおい、いいんじゃないですか。皆さん見たいものが見れるんじゃないですか。でも、まあ、ここまで見たらワンチャンスーツ説もあるよな。うん、長尾結婚式こんな感じで行ったわ。ローファーじゃなかった、でもローファーではなかったけど、さすがに。うん、ということで行かせていただきます。足細、ほら足細いんだよな。わー、この辺のシワとか懐かしい。母ちゃんにズボンをその辺に捨てて、あんたこれちゃんと洗濯機に入れなさいって言われたわ。アイロン自分でかきなさいよって言われて、なんかちょっと怒られた思い出がございますね。はい。はい、そしてお手手が揺れてる、お手手が揺れております。あと長尾はこのベルトの部分にバルツマークチャームがありますね。はい、はい、そして行かせていただきます。次に上に行きますよ、上に行きますよ。はい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 、はい、この辺まで見てちゃう。そう、原付の時もあったけど、このボタンがね、長尾も家紋になっておりますね。めっちゃええやろ、ええやろ。これが普段刀を握っている手だ。意外と綺麗な手をしているだろう。うん、いい、あー、いいわね、ネクタイピン。いいなー、ネクタイピンもちゃんとバルツのね、ゼルタンマークと、あと紫のこういう感じですね。いいやろ。でネクタイもめっちゃ動くし、
あ、やばい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 、やばい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 。可動域が広すぎて髪が見えちまう。うちらうちらこのまま海まで行っていきたいと思います。一気に行くぞ、一気に行くぞ、お前ら一気に行くぞ、せーの、ドーン。どうすか、いやめっちゃ良くないか、めっちゃ良くないか。そうなんよ、またねちょっと後ろでね可愛く結んでもらいました。そう、おでこ初めてじゃね、俺のでこ出るの。でよ、まだあるんだぜ、まだあるんだぜ。お衣装が脱げて胸にはバレた。あとボタンも一番上まで原付きは結構ちゃんと締めてたけど、俺は苦しいから嫌だ。なんか卒業式とかですらさ無理だったよ俺は、上まで止めんの、うん、こっそり外してたわ。首苦しくないんかあれ、うん。スクショ行きますか。おい、スクショタイムでーす。お願いします。はい、3面図こちらになっております。はい、今回ですがデザインはアイルムママで、仕立ての方は、ベッコママにお願いしております。ロアロママ忙しいんだ。ロアロママ忙しいんです。しょうがないです。でもこれ出た時にリツイートしてくれて嬉しかった。いやーありがてえ。これは後で出します、ツイッターで。ありがとう。ということで行くぞ、スクショタイムや、スクショタイムや。はーい、なんか要望ください。ウインク。はい、次ブレザー着て。あ、ブレザー、ブレザー着ないと。そうなんだよ。次やられますか、口を閉じて。次流し目ってなんだ、流し目って何。ニコニコ、はー、キリッとして。あ、次、うん、はい、次左下向いて。すごいモデルさんみたい俺。次全身銀作の長尾やってみて。銀作の長尾、銀作の長尾ってなんだ。ちょっと全身いきまーす。ちっちゃい、でもこれでやるしかねえもんな。はい、全身ですよ。どうすか、ほっそ。足長っ、ほっそ。イケメンで生まれちまったな、イケメンで生まれちまったな。マウスカーソルくんどいて、すいませんした。すいませんした。マイケル・ジャクソンみたい。ビーリー、ブレザー脱いで。はい、ブレザー脱ぎます。はいはい、ミュートしようかな、やめろって、やめろって、ちゃんと声も聞けって。口閉じて。これでいいですか。だいたい見ると口閉じてってどっかに書いてあるのよな。口閉じてと動くなってだいたい書いてある。おい、素敵な俺の声も聞け。ああ、ガチ恋距離頼む。ガチ恋距離行くか、任せな。ペッ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 。顔やなぁ、マジで私顔やない、うん。でも結構可愛くない、やっぱり結構可愛くない、かっこいいし可愛くない、うん。なんかすごいクールビューティーお姉さん感するな、可愛くないこれ、よくない、うん。いや、どっちにも見えるな、かっこいいお兄さんにも見えるしな。いや、いいじゃない、マジで美人さんやわ、うん。今月の可愛いランキング狙えるよ。先月は95位でした。先月は95位でした。どういうことですか、うん、うん。なんで95位なんだ、おい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 。はい、あと2分になりますので、そろそろ締めに入りたいと思います、うん。いやでもね、いい感じっすね、いやマジでいい感じ、
うん、本当にね、ありがとうございますって感じですね。仕立ててくれたママさんたち、ありがとうございます。いや、めっちゃいい。マジ世界一可愛い、そしてかっこいい。もうあと1分後には、春カイラの枠が始まります。でカイラも多分30分ぐらいやったら、カイラの枠にみんなで、制服で集まると思うので、お楽しみに。ちゅうことしみに、ということでここで終わっていこうと思います。チャンネル登録と高評価とベルマークよろしくお願いします。次の春カイラの、枠へ移動しなさい。ほなねー、また後で、バイ、センキュー。